さんこんにちは。今回はね、絶対に開かないガシャポン2牢屋編を3回回してきました。そしてこちらがね、レベル星1のガシャポン2つ出てきました。さらにね、レベル3のガシャポン出てきました。絶対に開かないって書かれてましたもんね。何これ、ただのボールじゃない？このガシャポン第1弾はめちゃめちゃ人気で、すぐに売り切れになって、どこも販売してなかったんだけど、今回ね、第2弾の方、たまたま見つけたんで、3回回してきたって感じですね。早速ね、これ、やってみましょう。この中に入ってる紙はね、簡単に取り出すことができるんだけど、こんな感じでね。ね、今説明書き見たら面白いの見つけたんだけど、レベル星1とレベル星2は開けられませんっていうことだから、これ開かないんだ。とりあえず。あ、そういうことなんだね。どうやっても一応開かないんだ。この牢屋は絶対に開かないから、開けずにこの人間を出してくださいっていうことなのかな。簡単じゃない？これ出せばいいだけでしょ？この人間を。こんな感じで。え？どっから出すんだ？ちょっと待ってよ。人間の向きを変えるのが指がちょっと太すぎて難しいんだけど、こっから出すんでしょ？絶対。だってこの穴一番でっかいもんね。ほら、こうじゃない？これで、ほら、こんな感じで、もう出るよ、これ、多分。ほら。もうこれ絶対出るでしょ。え？出ない？え？え、出ないんだ。どういうこと？このお尻は簡単なんだよね。お尻を出すのはね。ただ、お尻を出しても、これが出てこない。頭が、可能性としたらね、もうここかここかここかぐらいしかないのかな。ここかな。ちょっと絞っていくしかないよね。ここが一番怪しいんだよね、こことね。ただここね、散々やったけど出ないんだよね。どうやるんだこれ、マジで、ね、ちょっとわからんな。これわかる、難しいすぎるんだよね。ここまでは出るんだよね。どうやるんだろう。あ、あ、めっちゃ簡単。めっちゃ簡単じゃん。そういうこと？ああ、これだけ？え、ほら入った。できてしまえばめっちゃ簡単だったんで、もう一度説明しますね。お尻を一旦出して、ここのね、鉄格子から、そして腕をね、ここの鉄格子に内側から挟みます。こんな感じで、そして一回転して、こうやって出てくることができます。めっちゃ簡単だったね。やっぱりそういうことだね。だってここ絶対入らんもんね、頭。ここも、ほら。ここも。ここしかないんだよね、頭が入るところって。あ、ここ入るね、でも。ここ入らないからね、こう、ほら。ここと、やっぱ頭が、絶対頭抜け出せるところが限られてるから、ここと、ここと、ここと、ここしかないんだよね、もう絶対出れるところが。ということでね、やってみればね、意外と簡単でした。いや、面白い。もう年寄りなんでね、ちょっと考えるやつ苦手なんだよね。じゃあ、このレベル星3、やってみましょう。このビニール硬すぎて、このビニール開けるのもめっちゃ難しかった。めっちゃ破れたし。それでは、絶対に開かないガシャポン2、牢屋編レベル3、挑戦してみましょう。これはカプセルなの？あ、これは一応カプセルなんだ。
そして何何何何これどういうこと、もうすでにようわからんのだけど、えどういうことこれ、え何これ、何なの、何、えどういうことこれ、開いたんだけど、ええどういうこと、普通に開いたんだけど何これ、え要するに開いちゃったっていうこと、もしかして、簡単に、はい今蓋をしたんだけど、あそういうことか、普通だったらあこうやって開かないんだ、あそういうことなんだ、普通だったらこうやってもう開くことできないんだ、あだからたまたま開いたっていうこと今、えどういうこと、どういうことこれ、これただのカプセルで中にこういったねなんか開かないやつが入ってるのかと思ったら、これ自体が開かなかったんだね、それがめっちゃ簡単に開いたんだけど、どういうこと、偶然開いたんだ、要するに奇跡で、面白いね、本当だ、あかん、開いた、力技で開くんじゃないのこれ。ということで皆さん、絶対に開かないガシャポン、気になった人はね、もし見かけたらチャレンジしてみてください。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。